こんばんばはです僕は北海道出身なので、やっぱりね、熊は怖いなって思うんですよね。ちょいちょい町に出てきたりするでしょう。僕が生まれ育った帯広市の,まあその中心の方とかでは、さすがに目撃情報はないんですけども。 まあちょっと郊外の方だと、なんか稀にその目撃、あの、熊のような物体がみたいなのがあるみたいですね。で、帯広よりもっと大都市、だから人口で言うともう10倍以上なのかなあの、札幌市とかになると、結構街中に出てくるでしょう恐ろしいですよね、ヒグマっていうのは。しかもその、万が一遭遇した場合、人間には絶対叶わないわけですよ。まあだからね、当然その、やり過ごすことになるんですけど、急に逃げると追ってくるかもしれないし、 いや、ただただ怖い。有名な話ですが、三家別の事件とかね、もう恐怖でしかありません。これは大正時代の話ですが、民家にそのヒグマが何度も何度も襲撃に来るんですよ。死傷者が10人も出て、まあ最終的には討伐隊が、えー、出てきてですね、あの、駆除するということになるんですけども、 いや、あまりにね、爪痕が大きすぎました。動物とは交渉できませんからね。で、あの、クマくらいになっちゃうともう駆除するしかないんですよ。だってペットとかにもできませんからね。おおよしよしってやって、じゃれてるつもりでこうバーンってきたら、もう顔吹っ飛ぶでしょうしね。これが猫とかだったら、まだ可愛いじゃないですか。その人間を襲ってくる、まあ襲ってこないこともないと思いますけど、まあ、可愛いもんですよ。野良猫も増えすぎるのは問題ですが、まあ、クマのような問題にはなりません。クマだったらもう街中に出たら、 もうね、駆除するしかありませんからね。僕からすると駆除するのは当然だよねって思ってるんですが、世の中はそうじゃない人も多いみたいですね。熊舐めてんのかなって思いますけど、まあちょっと前に牛を襲いまくっていたオソ1 8っていうコードネームを付けられた熊が駆除されたでしょう。で、その駆除した時に、抗議が殺到したって言うんですよ。いやいや、よくやったとかね、よく駆除してくれましたありがとうっていう電話ならまだわかるんですけど、それ、抗議ってさ、 舐めてますよね。ここ数十年でヒグマは相当増えていると言います。単純に増えてると考えると、やっぱ街に出ていく答えが出てきたりっていうのもまあ、考えられなくはないですし、まあ、獣害が加速しますよね。で、何度も言ってるように、出てきたら駆除するしかないし、選択肢は他にありません。北海道以外でも今、熊の事件っていうのが多発していますよね。秋田でも熊が高齢者を襲って問題になりました。 それで当然駆除するわけなんですが、ここでもね、また抗議来たと言いますね。これなんか同じやつやってるんじゃないかなと思いますけど、もうアホかと。これはなんか熊に対する偏見っていうか、その悪い意味で、なんかそのイメージが捉えられてるんじゃないかなっていうのも今指摘されてるところで、なんか熊って可愛らしいキャラクターに変換されたりするでしょう。熊のプーさんとかさ、あの、ラインの熊とかさ。でも実際にはそんなことないですからね。 あんなね、あのその熊のプーさんに出てくるピグレットみたいなやつとか、あれ真っ先にやられると思いますよ。クリストファー・ロビンなんかも一発ですよね。いかにそのクリストファー・ロビンがいいやつだろうとも、熊にはそんなこと関係ないんですよ。そういう、だから熊の駆除に対して怒ってる人、抗議してる人っていうのは、どうするつもりなんでしょうか駆除以外に選択肢、な、え、交渉とかするんですかできるならぜひやってもらいたいですけどね。あの山に入っていって、まあ多分死体が増えるだけですよ。 とというところで今回は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。ポコちゃん、最近このハンモックにずっといるね。ポコちゃん。あれピントが合わない。うわ、かわいや可愛い。たまらんな、ポコちゃんは。 元気ですかああまだえぐれてるもう本当にこれいたごっこで薬塗ってでまたなんか毛生えてくるんですけどまたなめちゃってなくなってちょっと生えてきてなめちゃっての繰り返しですね他の部分に関してはもうだいぶいいんですけどもうこの顎下というか首の部分だけえぐれてしまってる状況が続いてるんですよね あ痛々しいねポコちゃんはあダメよもう舐めないでポコちゃんダメよ舐めないよあーもうこれこれなこれなんですこれダメよダメよって言っても無理なんだけどいやまったくポコちゃんは早くモフモフのポコちゃんに戻ってくれ